いうことで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンションを見てこう。今日も。うわーですよね。今日も友達マークが多いなと思ったんだ。早速のだよね。とりあえず、お、二組。二組喧嘩があるっぽい。もはやおなじみの光景である。くそ。どれかは喧嘩ではないと思ったのに。どっちと喧嘩をしたんだい？おお、黒影さん。なるほど。仲直りしよう。ほら、スイートポテトでも食べて。落ち着いて。絶対嫌やけど、私。スイートポテト。結構美味しかったようです。やってやん。一発で機嫌直ったよ。わざわざ部屋の扉開けるときにあんな音しよったら絶対人手入れしよったら寝れんよね。この間はごめんなさい。どうだ。こちらこそごめんなさい。おー、よかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品ミシンをもらいました。ありがとう。そういえば、ともさんの誕生日っていつだったかな？プレゼントを用意しようとしてるのね。優しい。今のミシンでなんか塗ってあげたらいいんやない？はい、そして、ゆうとさん。上に友達マークが増えた。多分あれが喧嘩の相手のはず、きっと。どうも。どうも。コルピックと喧嘩しました。おお、コルピックさん珍しい。ね。仲直りしてくださいな。このイライラも沈めてください。ラーメンでも食べようか。ラーメン、あれ。はい。どうぞ。いただきます。これでめちゃくちゃ、機嫌は復活するはず。ですよね。伸びたっていうか。結構全体的にがっつりなんよね、好物。もうお刺身とかにはさっぱりではあるけど。うまーい。うまーい。超大好物だったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。うん、いってらっしゃい。怒ってるよ、怒ってるよ。コルピックさんが珍しく怒ってるよ。こここそね、珍しいよね。さあ、どうだ。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。おー、よかった。ちゃんと仲直りできて。じゃあ、これで二組とも、無事仲直りということだね。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お、レベルアップ。それじゃあちょっと服装変えてこうかな。ジャケットとジーパン、シャツパンツ、ジャケット T シャツ、ジージャンチのパンでいこう。はい。服、ジージャンチのパンをプレゼントしました。いつもありがとうございます。僕からのお返しです。ほいほい。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。金貨くれる人たち増えてきたね。実用品、一応薬をもらいました。ありがとう。いろんなものを。お、急激にねむちゃんの部屋に旅立っていったわ。あ、これ別の人なのか、じゃあ。ナナさんもなんかめちゃくちゃ怒ってらっしゃる。どうしたの？誰と喧嘩をしたの？外炭と喧嘩しました。外炭くん。腹が立ちます。なるほど。じゃあ、このイライラを沈めてください。まさかの3組だった。もう一度スイートポテトの奇跡を信じて。どうですか？結構美味しかった。気分が落ち着きました。おー、さすが。さすがスイートポテト。しかし、あゆなは食べられない。さあ、ちゃんと仲直りしてね。二組は仲直りしてよ、ちゃんと。この間はごめんなさい。どうすか？こちらこそごめんなさい。おー、よかったー。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよ。仲直りできました。お礼にこれをあげます。ほいほい。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。私も本当に理解できる人はなかなかいません。マジで？それはゆいちゃんでも？そこは理解できとるけん結婚しとんかな。どうなんだろうか。はい、それじゃあ、ちょっと今回は、久々に歌を送ってきてくれた人がいるので、曲を見たいと思うんだけど、はい、なんでしょう。レンガ、一人前。あれだよ、レン君はまだね、旅立てないからね。とりあえず、一時保留。はい、またなんだ、誰だ？ちょっと来てもらえますか？おいおい。間に入れてくるな。この子の成長のために旅立つか、マンションロシアだ。君もあれだよ、まだ旅立てないから、家にいてね。今は旅に立てないみたいです。一人だし。いったくんそっくりやね。はい、それじゃあ。今回は久々に歌を送ってきてくれた人がいるので、聞いていきたいと思います。今回はグループの曲で、はい、今回はグループの曲で歌はセザ・グラスイズ国。グラスイズ国のトップの争い。で、今回はね、ゆりさんが送ってきてくれた曲なんやけど、結構なんか、今回物語になっとるらしくって、設定例的には、キングはセザ・グラスイズ国の王様。ですぐに偉そうにしたり、威張ってしまう性格に難ありの王様。で、横にいるクイーン。クイーンはキングの妻で王妃。そんな王様を支え、常にキングが間違ったことをしないよう見張っているらしいです。で、周りにいるのは、セザ・グラスイズ国の民たち。民たち。まあ、アユナ島の、このアユナ島に住んでるモデレーターさんたちなんやけど、まあ、セザ・グラスイズ国の民。で、物語としては、ある日、キングが民の税金を国のためではなく自分のメガネコレクションを増やすために使おうとしていた。どういうまあ、メガネおしゃれなのいっぱいあるけどね。で、それをクイーンがやめさせようとして喧嘩に。果たしてキングは心を改めるのだろうかということで、聞いていきたいと思います。オペラやね。なんか壮大なようで、すごく小さな物語。民のお金でメガネコレクションは買わないでください。クイーンが正しい。はい、それじゃあみんなに募金を募っていきます。さあみんなじゃんじゃん入れてって。ユニポンちゃんなんかめっちゃフリフリになったね。ユニポンちゃんとアスムが。もうそろそろ大丈夫なんじゃないかな。アスム今笑顔やったし。はい、そして朝一。おいしいカステラだよ。お、カステラ。いらっしゃい。最近甘いものがめっちゃ食べたいけん、カステラも久々にいいかもしれない。でもしっとりしてほしいな。カステラもちょっとパサつくけんあれだよね。はい、それじゃあミーニュース見てこう。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。宇宙でフグ刺しを食べるという世界初となる実験が行われる予定でしたが、残念ながら失敗に終わった模様です。しかも失敗。原因を調査したところ、ロケットの打ち上げ前に宇宙飛行士のミノシが実験で使うフグ刺しをまあね、わけわからん実験に使われるより、多分普通の環境でフグ刺しを食べるのが一番美味しいんじゃないかな。食べさせてあげてよ、ちゃんと。マジのミーに聞きました。失礼。笑っちゃ悪いですね。でもそういうニュースだよ。僕の方がよく知ってますよ。はい。11時のミーニュース。DG がお伝えしました。ありがとう。さあ、それじゃあ。何？匂いを嗅いで面白がっているけれどどうしたの？お、りんちゃんめっちゃ呼んでる。すごい呼んでる。私と遊びましょう。はい、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい。残った。押し出せ。やったね。このために私を呼んだの。おめでとうございます。そろそろ勝てるかもって思ったかもしれんけど、勝てないから。じゃあ、一番小さいので。3個のかけらをもらいました。ありがとう。友達が自慢話を始めたら、聞いているふりをして、やり過ごします。聞いてあげてよ。まあね、何回も同じこと言われたりしたら嫌かもしれんけど、聞いてあげてよ。出すか。まあまあ美味しかった。よかった。はい、そしてレベルアップ。だいぶ高くなってきたね、レベル。それじゃあ、どうしましょうか、りんちゃん。小花柄のキャミワンピ。はい。今ちょっとかっこいい系の服やけどね。いつもありがとうございます。かわいくなってきた。ほいほい。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれをね、歌とかもこうみんな送ってきてくれたりとかするけど、設定がいろいろあって、今回物語風やったりもしてね、すごいなって思う。思いつくのが。